日本政府は、正式に、次期戦闘機開発を、日英共同開発での正式合意を発表した。日本は、純国産での F3 戦闘機開発を進めていたが、開発速度を加速するため、三国での開発を発表した。今回は、次期戦闘機開発には欠かせない、IHI 社製 XF9 エンジンを、さらに詳しく見ていきますね。1800度に耐える、タービンや 180kW の発電能力など F22 ラプター超えは、世界が震えています。2022年12月16日、現在の岸田政権は、改定された、いわゆる安保関連3文書の閣議決定を行い、今後の日本の防衛政策の指針となる方策を定めたが、今後は、スタンドオフミサイルや反撃能力の保有が具体化されていく。これにより、個々の具体的な装備品の開発や調達は、様々な分野で加速されていくと思われるが、日本の置かれた安全保障環境が厳しさを増している現実からは、大枠で、この方向性を咎めるような声は、一部に限定された感がある。今回の安保関連3文書の改定は、ここ近年でも例がないほど、日本の防衛施策についての抜本的な見直しが含まれているが、組織として、大きな変革が予期されているのが、その名称の変更にも言及された航空自衛隊であろう。航空自衛隊は安保関連3文書の根幹を成す最上位の国家安全保障戦略において、今回航空宇宙自衛隊へと名称の変更が行われることが記され、宇宙空間まで作戦を実行する領域を拡大することが打ち出された。すでに、諸外国では、宇宙軍を独立した、軍組織の一つとして確立させている、国も少なくないが、日本の場合は、既存の航空自衛隊を拡張し、担当するエリアを、宇宙領域にまで広げることを選択したと言えそうである。この航空宇宙自衛隊の呼称をはじめとする構想は、実は、故安倍首相の政権の時代から、唱えられていたもので、今年の春にも、すでに与党、自民党が行った提言の中でも使用されており、突然のことでもない。呼び慣れた航空自衛隊の名称が変更されることは、ことに、略称において、今の空自というものから、どのように変わるのかが、個人的には気になっているが、しばらくの間は、少しの違和感を感じ去ることは、避けられないだろう。そうした組織の名称変更という大変革を迎える航空自衛隊ではあるが、やはり直近の最大のニュースといえば、この12月にイギリス、イタリアとの3カ国で共同開発が正式に発表された次期戦闘機の開発だと思われる。航空自衛隊は現在運用中の F2 戦闘機が2035年から段階的に退役を迎えることに時期を合わせて、その代替を行う機体を次期戦闘機として開発することとなっていたが、2年ほど前までは、従来と同様に、アメリカとの共同開発が基本と考えられていた。これは、次期戦闘機に限らず、日本の防衛体制は、唯一の軍事同盟の締結国である、アメリカの兵器システムを根幹に据えているため、政治的にも防衛産業的にもそれ以外と共同開発を行う可能性は著しく低いとめされていたためだ。そのため、次期戦闘機については、日本側が開発の主導権を握ることを意図しながらも、やはりアメリカのロッキード・マーチン社の技術的な支援を仰ぐことは必須とみられ、現行の F2 戦闘機と同様の布陣が予想されてきた。F2 戦闘機は、よく知られているように、アメリカの F16 ファイティングファルコンを土台に、日本が必要とする、追間攻撃能力を拡張することに、重点を置き開発された機体ではあるが、この時も、
完全な国産化を主張する声もあった。しかし、当時の日本では、独自に戦闘機用のジェットエンジンを開発するだけの技術を持ち合わせていないと、最終的には判断され、折しも日本がアメリカとの貿易で大きな黒字を獲得していたことも重なり、日米での共同開発に落ち着いた。戦闘機用の優れたエンジンを自国で製造することが可能か否かは、戦闘機開発の根幹に関わる問題であり、中国も国産で、いわゆる第5世代の J20 戦闘機を開発したが、量産化が可能となったのは、ようやくエンジンの国産化が行えたからに他ならない。それまで、中国は、ロシアから、戦闘機用のエンジンを調達もしくはライセンス生産する手法をとっていた中国だが、ここに来て、ようやく、国産化の目途が立ち、実際に、戦闘機の純国産化を行える能力を確立したと言えるだろう。翻って、西側諸国において、戦闘機のエンジンは、主として、アメリカのジェネラル・エレクトリック社、プラット&ホイットニー社、そして、イギリスのロールス・ロイス社の3社が、中心サプライヤーである、状態が続いている。しかし、そうした状況の中で、日本の IHI 社は、現在の防衛装備庁と共同で、戦闘機用のエンジン開発に取り組み、通称シンシンと呼ばれたステルス実証実験機、X2 に搭載する、XF5-1 を手掛け、その製造技術の蓄積を重ねていった。この XF5-1 は、ターボファン方式を採用したジェットエンジンであり、アフターバーナーの機能も備え、総発で搭載する場合には、合計の推力が10トンを発揮することを目標として開発され、以後の礎となっていった。IHI 社は、その後の2010年に、この XF5-1 を土台とした新型のジェットエンジンの研究を、防衛装備庁の依頼に手着し、エンジンを構成する、数様なパーツの研究を行い、段階的に、国産の戦闘機用エンジンを形にしていく。2015年から2019年にかけて、IHI 社は、次期戦闘機に搭載することを前提とした、新型エンジンの研究、開発を推し進め、2018年6月には試作機である XF9-1 として、防衛装備庁に一機を納入することとなり、国産化の道を切り開いた。以後2020年7月までの2年強の期間で、防衛装備庁に納入された XF9-1 に対しては、各種の性能試験が行われ、その過程で確認された性能は、世界的な水準に照らしてみても、戦闘機搭載用のエンジンとして、遜色のない数値を記録した。IHI 社の XF9-1 エンジンは、軸長約 4.8 メートル、空気吸入口部分の直径が約 1.0 メートルのターボファン形式であり、通常で最大11トン、アフターバーナー使用時には、最大15トンの推力を発揮することが確認されている。例えば、F-16 ファイティングファルコンや F-15 イーグルに搭載されている、プラット&ホイットニー社の、F100 エンジンは、軸長約 4.8514m、空気吸入口部分の直径が約 1.181m とほぼ同じ寸法である。XF9-1 は、F100 に比して、断面積における推力は、およそ 30% ほどそれを上回るとされ、その数値は、F-22 ラプターに搭載されているプラット&ホイットニー社の F-119 エンジンに匹敵する能力だということができる。また、XF9-1 は、タービン部分の入り口付近の温度は、1800度もの高温に達するが、その温度に耐うるニッケルコバルト等の素材の鋳造や加工技術で、それを可能としており、その観点からも、世界的な水準を満たすものとなっている。加えて、XF9-1 は、
近年の戦闘機のエンジンとして、高い数値が求められる発電能力に関しても、一体型のスタータジェネレータを採用することで、およそ 180kW もの数値を誇り、アビオニクス類や兵装への供給も可能としている。今後の戦闘機の機関部において、重要な要素だと考えられているのは、機体のステルス性能を極限まで高めるためのコンパクトさ、稼働時の本体に生じる熱を冷却し制御すること、大電力の供給の3点が挙げられる。今回の次期戦闘機開発において、イギリス側で機関部を担当するのはロールス・ロイス社であるが、IHI 社の試作機である XF9-1 は、それらの項目に関しても、一定の評価を得ていると召され、今後の動向が注目される。ちなみに、ロールス・ロイス社は、ヨーロッパの昨今の政治的な流れを反映して、戦闘機用の機関部にも、カーボンニュートラルの概念を導入する方向と言われており、それをどのように実現させるのかにも留意する必要があるだろう。全くの余談だが、ロシア・ウクライナ戦争の世紀は、ヨーロッパにおけるロシア産の天然ガスへの依存を断ち切るため、カーボンニュートラルの流れの再生可能エネルギーの普及をさらに促進するとも言われている。しかし、個人的には、電力インフラへのロシアからの攻撃を受けて、停電が頻発しているウクライナの状況を見れば、多くの動力源を電力に依存する生活は、危ういようにも感じられてしまうのだが、どうだろうか。